Fujifilm has developed an electroacoustic film which could be used in next generation flexible devices. With this new film, sound distortion can be prevented even when the film is deformed by making its elasticity depend on frequency. As a result, the film is both flexible and produces high quality sound.普段は柔らかいんですけど、まあ、オーディオ帯域20から20キロヘルツでセラミックスが振動したときに、そのセラミックスの振動エネルギーが、まあ、ちゃんとフィルム全体に伝わるように、そのオーディオ帯域では非常に硬くなるような、そういう材料になっております。スピーカーの振動板の性能というのは一般的に、まあ、音速と内部損失で表されるんですが、これがともに大きいほど性能がいいんですね。で、今世の中で使われているスピーカー用の振動板というのは根子がよく使われております。当社のこのフィルムというのは、まあ、オーディオ帯域におきまして従来の高音子に比べて同等以上の音速と2倍から3倍以上の内部損失を持ってますから、非常にその音が、これ自身の音が鳴りにくい、つまり余計な音が鳴らないので、まあ、非常に綺麗な音が鳴るというふうに考えています。 This origami speaker is a sample to demonstrate how flexible the film is. Although it's not a practical productIt can produce sound without breaking, even when it's folded in such a complex manner. Usually, 100% composite material からなるポリフッ化ビニル電というものがございました。まあ、これはですね、セラミックスを composite材料と組み合わせた材料なんですが、まあ、一般でそういう材料というのは、まあ、曲げるとですね、パキッと割れるのが今までの一般的な認識だったんですが。人間がこういったフィルムを動かす周波数って高々数ヘルツ以下なんですね。そういった非常にゆっくりした周波数に対しては非常に高いフレキシビリティを持って中で壊れることがないと、そういうメカニズムになっています。なので将来こういったものと有機 EL のような表示デバイスと組み合わせると、まあこういった、まあ、巻き取り型の薄型フレキシブルディスプレイみたいなものが将来できるかもしれません。The film can also be used as a sensor that converts sound to electrical signals. こういう感じで、ここの微弱な振動を電気信号に変換しているわけですね。まあ、人間の声の周波数帯は、まあ、こういうふうに拾うことができるわけですね。これをここの声帯に貼ると、声帯マイクにもなりますね。Digginfo News.